はい、皆さん、こんにちは。今日もウィンクル J やっていきたいと思います。前回ですね、面積の方をだいぶ拡張しました。そしてですね、レベルが上がりましたので、こちらですね、ポーションを作る机ですね。こちらの方が、作れるようになりましたので、ちょっとどうしようかな。かなり店の中がまだ狭いんでね、なかなか設置が難しいですが、空いてる場所にとりあえず入れておきましょう。ここら辺と入れば入れると。はい、これでポーションの方が作れるようになるはずですね。さあ、なるほど。これか。カモミールでポーションができるんですね。他は何で作れるんだ？マンドレイクでこちらの方のペインか。なるほど。あ、ブルーベリーとかですね。基本草系か。なるほど。ラベンダーとかもあるので問題はなさそうですね。足りなくなればこれで自分でちょっと作っていこうかと思います。マンドレークの方はちょっとありますね。1個ぐらいちょっと試しに作ってみるか。はい、これで OK ですね。ブルーベリーの方もある感じですね。よし、これも1個作っておこう。はい。という感じで、今日も店を開いていきましょう。できたら今日もですね、店の面積を増やすことを中心にしていきたいと思います。さあ、バイトさんの一応給料を見ればよかったかな。レベル9まで上がってますね。さあ、ちょっと動線、お客さんの通る道がベゴベゴすぎて、効率が悪いかもしれませんね。やっぱここ、離しておいた方がよかったかな。さあ、とりあえずお客さんはどんどん自分で買っていって、これが欲しいとかは、言うのか、ズボンか。ズボンはちょっとないですね。行商人の人見てみましょう。この人は、売ってますね。ズボンをちょっと買っておく。あとは、なんだろう、麦は結構必要ですので、ちょっと種を多めに買いたいと思います。さあ、ズボンの方、ちょっとこちら、シャツの代わりにズボンを入れておきましょうか。よいしょ。はい、これを並べれば、お客さんも満足と。今、ちょっと薬の方も欲しがってますので、急遽並べておきましょう。あ、並べてくれたのかな？さあ、これで、チーズがない。食べ物コーナーにチーズがないって言われてますね。よし、チーズは売ってませんので、ちょっとピンチ。さあ、あと一人。いやー、しまったな。チーズがないのか。これは売っておきましょう。こちらの棚は何が足りないんだ？これはありますね。あるので問題はないでしょう。さあ、今日はどれぐらいかな？だいたい91ぐらい増えましたかね。さあ、バイトさんも上がっていきましたので、少し面積を広げていきましょう。よいしょ。あ、145もかかるのか。結構高いですね。借金はまだ返さなくていいので、とりあえず1トンマスだけ開けるか。さあ、これ水やって、ブルーベリーも取れるのかな。困ったな。ちょっと荷物がいっぱいになってきましたね。よし、アスパラと。さあ、ポテトと、これなんだ？麦か。こっちの方は麦を2つ植えることにしましょう。さあ、10個ほどちょっととアイテムがオーバーしていますが、このままいきましょうか。あ、ここ1個なんか品物が足りてないな。マンドレークか。マンドレークは仕入れたので大丈夫そうかな。さあ、これで OK。さあ、入りましたね。ちょっと棚が足りないので、全部が並んでない感じですかね。あ、なんだこれ。なんか青いやつ。シルクか。なんだ、シルクって何？シルクは無理だ。あ、シルク持っていた。気づきませんでしたね。シルク、あ、シルク4つ持ってる。いつの間にこんな買ったんだろう。あ、気づいて、え、ブルーベリーあったのに来なかったな。よし。はい、OK ですね。間に合いました。さあ、ガンガン人が買ってきてくれます。さあ、倉庫の方が開かないと何も仕入れられない。さあ、仕入れることができませんでした。ただ、物はしっかりと売れてるので大丈夫そうですね。え、ブルーベリーがないのかな？ブルーベリーはバイトさん間に合ってませんので、こっちで入れましょう。
よしよし、そろそろ一人じゃもう間に合いませんね。あ、ポーションが欲しいと。これじゃなかった、こっちだ。ポーションは普通に作れますので、二つばかし作っておきましょうか。これでもう原材料だけ買えば薬の方とかは OK そうですね。さあ、バイトさんのレベルも上がったみたいです。335ということで、結構な数、さばいてますね。あ、やばい、奥に行けなくなってるな、これ。さあ、これでだいぶ楽になったぞ。ポーション系は必要があれば作ればいい感じですね。あ、やばい、野菜が、野菜を取ってくるのを忘れましたね。しっかり水やりしていきましょう。麦が取れると。さあ、麦取っておきましょう。アスパラはまだか。アスパラも結構必要ですね。しっかりと育てないとダメかもしれません。さあ、やばい。店がかなり狭くて邪魔ですね。チーズはあるはず。あ、チーズもう売り切れた？チーズ売り切れてますね。ここから買いましょう。あと、アスパラがあればアスパラも買いたい。リンゴももうないのか。リンゴも買っておきましょう。ブルーベリーはまだ在庫は5個ありますね。ラベンダーも在庫は6ある。リネンは1だけですね。ちょっと買っておきましょうか。マンドレークの方も在庫は4ありますが、これ薬作れるので買っておきましょう。あと、ここら辺では問題なしですね。よし、チーズも買ったので問題なしと。さあ、ガンガン売っていきましょう。そろそろどうだろうな。面積と同時にですね、お店のアピールも増やしていきたいところですね。よし、マンドレークは確かあったと思うんですよね。ここにあるので入れていきましょう。あ、やばい。バイトさんの給金見直すのを忘れたのと、バイトさんがもうちょっと一人では無理ですね。品出しが追いついてない状態です。さあ、あとはバイトですね。バイトさん。あ、バイトさんもう一人雇えるようになってる。そしてこれグレードがあるのはどうなんだろうな。何が違うんだろう。ちょっと高めの人、速度が違うぐらいかな。まあいいや、安い人ちょっと雇っておきましょうか。You want to hire? そうですね。これで問題はありません。さあ、バイトリーダーの方のサラリーはやっぱちょっと低くなってるので不満が出てますね。70一気に上げてしまいましょう。よし、これで OK だ。お金はかかるけど、お店にとってはいい感じですね。さあ、どうだ？おかゆ、ポーションの方がちょっとないですね。ポーション作っておきましょう。あ、カモミールもないのか。カモミールもちょっと作り出さないとダメかもしれないな。さあ、一気にバイトで90減りますね。これどうしようかな。バイトなくて自分が働けば90選ばなくていいんだよな。さあ、でも品出しが間に合いませんからね。自分は商品を作らないといけませんので、ちょっと大変です。レベルがおそらく25ぐらいで作れると思いますので、それまではちょっと我慢ですね。さあ、今日も、あ、この人なんか欲しいって言ってるな。これないな、多分。黄色い薬ないんですよね。黄色いのは作らないとありません。ブルーベリーとマンドレークですね。マンドレークもあと一つだけあるな。さあ、これ売っていきましょう。あ、なんか欲しい？チーズか。チーズはまだあるのかな？靴はどう？靴はありますね。よかった。さあ、この人のちょっと見ていきましょう。アスパラ、豆、ブルーベリー、あ、カモミールありますね。カモミールちょっと買っておきましょう。そして、鉄のインゴット、ラベンダーはある。ここら辺でもありますね。なんで、こんだけ買っておきましょう。ここは何がないんだ？アスパラか。アスパラがないって言われてますね。さあ、あ、ハンマーが、売れるようになったよって言ってますが、あ、ハンマー、本当だ。これなんだろう。これが何かちょっとわかりませんが、また必要なパーツが増えたってことかな。さあ、これでバイトさん帰りましたね。今日は174の売り上げ。なかなか良かったと思います。さあ、ちょっと見てみましょう。バイトリーダーの頃、プラス 3.32。この子は、まあ、1
個2つぐらい上げておくか。よし、これで OK。さあ、まずは野菜の収穫とかですね。水やりをしっかりしていきましょう。アスパラゲット。アスパラがゲットできたので、カモミールだな。カモミールを植えておきましょう。こんだけで OK。さあ、麦の方は順調に3つ育ってますね。さあ、ポーションが少し作っておかないとない。あとはなんだろう、この紫色の薬か。紫色の薬も1個作っておきましょうか。さあ、これで OK ですね。まだ拡張はしなくてもいいでしょう。さあ、どんどんお金をとりあえず貯めないといけませんね。ここ通れないのもよろしくないな。さあ、こちらの方をどんどん並べていってもらって、お客さんの満足度も結構高いですよね。みんな緑色のマークだから問題ない。バイトさんの顔はどうだ？黄色ですね。黄色とオレンジ。給金高くてもそこまで喜んではないんだよね。さあ、販売しに来ましたので、自分でちょっと買えない、作れないやつですね。リンゴもなくなっちゃったのか。買っておきましょう。在庫の方はあと6入りますね。シルクの方も少し入れておきましょう。早めに入れておかないと。なくなるとちょっと困りますからね。冷徹久しぶりに来たな。冷徹は作っておきましょう。もう1個ぐらい作っておくか。これで大丈夫ですね。売っ払っていきましょう。今の人ちょっと黄色か。あ、この人もちょっと、やっぱり直接売るより棚で取ってもらった方が満足度は高そうですね。蹄鉄とかが、ここ何が入ってたんだろう。これは何だろうな。ペンチか。お粥の方はないのかな。お粥もないのか。作っておきましょう。麦の方はまだあるので問題はないかな。さあ、これで OK。ですね。さあ、今日もかなり儲かりました。バイトさんが帰っていきます。では自分はですね、こちらの方野菜とか栽培してるのを収穫したりしていきましょうか。ラベンダーを植えると。麦の方はある程度 OK なんですけど、なんだろうな、今度は花類がちょっと足りなくなってきましたね。アスパラと花をちょっと植えないとダメかもしれない。あ、こっちちょっとグレード高そうなの入れておきましょう。じゃがいもと、アーティチョクはまだある。スープもまだありますね。さあ、荷物がいっぱいです。さあ、オープンですね。借金の方はあと3日後に払わなければいけません。さあ、今日もお客さんが来ています。なんだろう、全部足りてるかな、場所的に。ちょっと配置を変えて、もうちょっと詰めるようにして、商品陳列した方がいいかもしれませんね。さあ、今だとちょっと動線がこっちの方崩れちゃってるからな。さあ、ここで販売しに来ましたので、ちょっと見ていきましょう。足りない感じなのは何があるかな。アスパラシード。アスパラシードは1個買っていきましょう。豆はいっぱいある。ブルーベリーも OK。カモミールがちょっと少ないですね。あと、リネンも少ないので少し買っておきましょう。あと1個なんか買えるな。マンドレイク。これか。これを買うべきですかね。よし、こんだけ買っていきましょう。さあ、バイトさん上がりましたね、レベル。さあ、木材がないって言ってるな。木材は並べてもらわないと。在庫は結構ありますからね。じゃがいももない。じゃがいももあるはずなので並べてください。あ、ない。じゃがいも並べてくれないの？ここはカモミールか。やばい、どうだ？間に合うかな？勝手に並べてしまおう。さあ、蹄鉄の方は確かありませんので作るしかありません。そして一番奥、ペンチの代わりに、あ、ここ蹄鉄場所ありますね。並べてもらえれば、ギリ大丈夫そう。パンはないのかな？パンないかもしれないので作りましょうか。よし、小麦がちょっと少ないですね。あ、
やばい、行商人の人行ってしまった。パンどう？間に合う間に合う間に合いましたね。いやー、すごい儲かってきたぞ。はい、ということで今日で58日目も終わりました。お金の方がだいぶ増えてきましたので、店の拡張やちょっと配置換えなどを、また今後していきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。